ルさん、なるさん、激出した結婚おめでとうございます。いやいや、ダイヤモンドおめでたまきん。挙式やもろもろの準備頑張ってくださいね。はい、わかりました。ね、結婚式どこです？結婚式どこでもいい。どこでいい？桜玉池田公園でもいいですか？池田公園、ルパイは池田公園の、池田公園のトイレの前でさ、結婚おめでとう。そこはやん、39人来た。結構おめでとう。目100人ね。エリちゃん、目100人おめでとうございます。エリちゃん結婚おめでとうございます。ありがとうございます。エリちゃん1000円で結婚しました。いつ飲まれる？1000円高いんじゃない？乾杯乾杯。いつ飲まれる？いつ飲まれる？レコン、いつレコンする？だからもう別れたじゃん今。今結婚してもう別れたじゃん。ハニー、僕のハニーはどうしてます？あ、なるさんの締めだね。あいちゃん、今日は抑えるの？抑えるの？珍しい。今日あいちゃんのお客さんが来てます。珍しい、珍しいよね。まかないやっぴよ。あ、あいちゃんのあなたのうちが売り上げあるの？フリーだって。あ、嘘。あなたあいちゃんよりない売り上げ？マジ？先月卵なんか、先月卵なんか一番下だから何回だ、卵なんか30回先月、いや、5回卵、もうさん来てるじゃん、すごい、ね、やらしたまに触ったりしない。えいちゃんは天然ですね。ありがとうございます。コンパケンタさんは仲良くなってもないのにいやらしく触ったりワイン、今日ワインメーカーの方だと思いますね。女性からしても、あ、ありがとうございます。桜ちゃんが来たらカウントアップしましたね。そんなことない。じゃあ私だけカウントアップしない。あ、やきもちしてやる。やきもちしてるです。もう俺とか比べ物にならないけど、すごい人いるの。萌えありますか？とても羨ましいです。萌えありますか？エリちゃんの反対の方も綺麗ですね。だってケンタさんは揺るがないですよ。ありがとうございます。揺るがないで。フィリピンのさ、フィリピンのマニラに住んでるさ、日本人の YouTuber がいるんだ。知ってる？あ、いるいるいる。あの、なんかコミュニティとか、あの、頭がちょっとこう、あの、ハゲてる人。日本人？知らない、知らないよ。すごいよ、チャンネル。サブスクライバーも何万人ぐらい。知らない。アキラ先輩。あー、知ってる？あー、知ってる。アキラ先輩知ってる？知ってるよ。嘘。知ってる、知ってる。何でしてる？あれ、エスケベのバカリ、エスケベバカリ。違う違う、え、嘘。おお、エスケベバカリ。アキラ先輩だよ。アキラ先輩真面目な人。探す、後で調べる。アキラ先輩、あの、ちょっとこう。なんだっけ？アキラ先輩にさ、ちょっとボラボラして。